みたいなブス100万もらったって触らないよ。そっちが触ったじゃない、この手で。離せよ、ちょっと。おい、撃たれたもんやろ。しらばっくれんじゃねえ。女が言ってんだ、お前に触られたってな。やってないもの、やってない。いい加減にしろよ、この変態。顔見りゃわかんだよ。なんでなんですか。僕何もやってないんですよ。詳しいことは署で聞くから。だってこれから面接なんですよ。すぐ終わるから。女のパンツと同じ繊維がついてたらどうする。いいか、痴漢に証拠がないと思ったら大間違いなんだよ。左手。はい。あ、すいませんでした。あの、会社や妻にバレたら私の人生めちゃめちゃです。すいませんでした。よし、認めんだな。すいませんでした。はい、失礼します。あ、山田さん、ちょっと。またかよ、直訳だぞ。すいませんでした。うん、何やったの。いや、ちょっと。またお前かよ。すいません。もう大丈夫よ、怖がらなくていいからね。偉かったね。一体何が面白い。いつもこんなことやってんのか。え、女が言ってんだよ、お前にやられましたってな。お調子こいて気になってしてんじゃねえぞ。カバンの中のもん全部出せ。話しろ。これで通勤かよ、お前。いい加減にしろよ。ポケットの中のもん全部出せ。ズボンのポケットもだ。お前、被害者に手掴まれたんだってな。手じゃないです、袖です。そうか、正直に言えばいいんだよ。ああ、私は混雑する通勤電車内で女子中学生のお尻を触り袖を掴まれました。何言ってるんですか。ほんの出来心だったとはいえ大変申し訳ないことをしたと思っております。これから正直にお話申し上げます。ちょっと待ってください。俺もそんなこと言ってないじゃないですか。帰らせてもらえ。おい、篠島か。お前逮捕されてんだよ。指示による現行犯逮捕だ。わかるか、指示ってのはな、警察官じゃない、一般の市民って意味だ。お前は被害者に現行犯逮捕されたんだよ。私は今日出勤途中の電車内で女子中学生のスカートをまくり上げ、パンツの上から女子中学生のお尻を触ったなどということは絶対にありません。ほら、署名しろ。ここだ。もう一度言っておくけどな、正直に認めればすぐ出られるんだ。交通違反と一緒だよ。略式で罰金払えば釈放だ。死因、左手、人差し指。ズボンも脱げ。お守りだな。はい。下着もですか。下着はいいよ。これは何だ。あ、iPod。
初めて。何したの？あ、何も。なんか誤解されて。そうなの？あの、どうしたら。何が？あ、いや、どこにこういたら。もう適当。今はね、ここにいる人たち検察庁行ってるから。検察庁ってわかるの？調べて起訴するところ。警察はさ、捕まえるだけ。バカな刑事はほっとくと無茶すから。司法試験を通った賢い検事さんが冷静にチェックするのよ。建前だけど。で、弁護士は？はい、あ、弁護する人。いや、そうじゃなくてさ、何もしてないんでしょ？はい。だったら弁護士呼ばなきゃって話、刑事から聞かなかった？何を？当番弁護士制度ってのあるからさ。とりあえず1回目はただ。担当さん、あ、弁護士呼んでほしいんだって。誰が知ってんのか？え、あ、いや、当番弁護士。当番弁護士もう遅いな。明日になるかもしれねえな。まあ連絡しといてやるよ。無理だとは思うけどな。し、もったいつけやがって。まだ昼過ぎじゃないの。すぐ来てくれるって。安心しな。家には連絡した？あ、いや、分かんないことがあればさ、何でも俺に聞いて。冤罪にも詳しいからさ。冤罪？あんたそうなんだろ。無実の罪なんだろ。時々いるやん、そういうの。何やってか分かる？朝に来て午後には出て行くサラリーマン。これだな。痴漢だよ、痴漢。駅で痴漢だって言われてそのまま連れてこられて。取り調べでも否認してるんですね。え、つまりやってないと。痴漢じゃないと。はい。容疑は迷惑防止条例違反ですか？え、痴漢にもいろいろあってね。簡単に言えば、パンツの上から触れば迷惑防止条例違反。パンツの中に手が入ると強制わいせつ。ああ、パンツの上から触っただろって言われたけど。刑事には電車に乗ってからのことを話してくれますか？あ、はい。すみれが丘から急行に乗って。何線から？あ、城北急行です。それで岸川まで行くつもりだったんですけど、武蔵台で降りて。あの、どうして途中下車を？あ、履歴書を持ってきたかどうか気になって。大事な面接があったんです。それで確かめようとして。電車の中じゃ混んでて探せなかったから。それで降りて。学生？いや、フリーターです。26だけど。履歴書はあった？ありませんでした。でも取りに戻ったら遅刻するし、それで諦めて。そしたら発車ベルが鳴ってて、慌てて急行に飛び乗って。っていうか駅員に背中を押されて。超満員だったから。やっとドアが閉まって、なんとか居場所を確保して。だけど体がなんか後ろから引っ張られるような感じがして変だなと思ったら、上着の裾がドアに挟まってたんです。ちょっと焦って右手で上着を引っ張ったり、
体をひねってみたりしたんだけどびくともしなくて、そしたら僕の手か何かが当たったのか、右側にいた女性が首をひねって僕を見るんです。目があったんで、すいません、すいませんって声に出すか出さない感じで謝って、それからは少し周りに気をつけてじわじわ引っ張ったり体動かしたりしてたんだけど、左にいた男はなんだか知らないけど押してくるし、それで上着が引っ張られて破けちゃったらどうしようって焦ったんだけど、もうすぐ岸川に着くって頃にようやく抜けて、やめてください、そしたらやめてくださいって声がして、振り返ったら泣き声が聞こえて、振り返るって、あ、いやずっと挟まってたとこ見て引っ張ってたから前に向き直ったんです。それで電車が岸川に着いて降りたらいきなり袖を引っ張られて、痴漢したでしょ、女の子に痴漢だって言われて、そしたら変な男が出てきて、やましくないなら事務室に行って話せばいいとかちょっとした騒ぎになっちゃって、駅員も来て事情は駅事務室で聞きますって言うから、それで事務室まで行って中に入ったら女の人が来てくれて、ドアに挟まって上着を引っ張ってただけで痴漢じゃないって言ってくれて、さっき電車の中で目が合って謝った人だったんです。その女性は君じゃないって言ったんだね。はい。その人は警察でも話してくれたの？いや、彼女はどっか行っちゃった。駅員が話も聞かないでドア閉めちゃったから慌てちゃって、今の人は僕じゃない、大事な証人なんだから中に入れろよって言ったのに。駅員さん、なんで返しちゃうんですか？それで慌てて外に出て彼女を呼んだんだけど、もうどっか行っちゃってて。じゃあ彼女の話を駅員がメモしたり連絡先も聞かなかったの？そうです。事情を聞くって言ったのに何も聞いてくれなかった。刑事もそうだけど、刑事がお前じゃなきゃ誰がやったって言うから、そういえば隣にいた太った男がぐいぐい体を押し付けてきたのが変だったって、そしたらそんな奴が乗ってなんて誰も言ってない、嘘をつくな、このまま裁判になっても勝ち目はないぞ、認めて罰金払ったらすぐ出してやる、そればっかりだ。だけど本当にやってないんだ。裁判は大変だよ。はっきり言うけど、この種の軽微な事件でも否認してれば留置所暮らしだ。裁判にでもなれば被害者証言が折れるまで、下手をすれば3ヶ月ぐらい出てこられない。僕は半年拘留されてた人を知ってる。当時認めりゃ罰金5万円の事件だった。その上裁判に勝てる保証は何もない。有罪率は 99.9%、 1000件に1件しか無罪はない。示談で済むような痴漢事件で正直裁判を戦ってもいいことなんか何もない。もちろん弁護士としてやってはいない罪を認めろと勧めることはできない。でもこれが日本の現状だ。認めて示談にすれば誰にも知られず、明日か明後日にはここを出られる。いいかい、このまま否認してれば3週間はここで取り調べを受ける。それで起訴されれば裁判だ。無罪を争えばまず1年はかかる。その上本当に無実でも無罪になる保証はない。今認めて示談にすればそれでおしまいだ。示談するならすぐにお金がいる。誰か身内でお金を用意してくれる人はいるかな？やってないんだ。そうだね、悪かった。だけど裁判は大変だ。多分君には想像できないくらいに。とにかく今晩一晩考えてこの名刺に連絡をくれればいい。
長。おはよう。おはようございます。おはよう。おはよう。はい、布団部屋。さっさとやれ。次、2人。昼間遅いぞ。谷子、お前で。さっさとしろ。次、1人。おい。早くしろ。このバスはあと残り3つの警察署により諸君同様の応送者を乗せ検察庁に向かいます。なおバスの中はもちろん地検の中を移動中も取り調べを待つ同行室内も一切の私語は禁止です。警察署に帰るまで取り調べで話す以外は一言も口を聞いてはいけません。なんだよ、なんか文句あんのか。おい、そこ、そこ禁止だ。足が邪魔なんだよ、クソ。バカ野郎、俺が言ってることがバカだろ。やめろ、てめえのことやめろ。いてめえ、つながってめえ。1、2、3、4、5、6、1。ちゃんと開けてないと火傷するぞ。あっ、自分の取り調べまでこねます。取り調べが終わっても全員が終わるまでは帰らない。ほぼ1日かかる。その間一切の仕事は禁止だ。喧嘩や規則違反に対しては法的処置を取る。薬は体のどこが痛くろうとセール買いしかねえ。弁士頼んだのは誰だ。くせえんだよ。岸川9番。
こっち向いて。座って。黙秘権があるから喋りたくないことは喋らなくていい。じゃあ当日の朝のこと話して。誰？こっちこっち。あ、あのこの部屋の金子の母ですけど。あ、そう。昨夜から帰ってないみたいよ。どうしたんだろう。知らないんなこと。私管理人だけど。いつもお世話になっております。あの部屋でお待ちになりますか。鍵持ってきますからね。どうもありがとうございます。ものすごく混んでたから上着が挟まっちゃって。上着引っ張っただけなんです。証人だった。バカ、そんなことは聞いてない。うるさい。今日の取り調べは終わりだ。さあ立ちなさい。ちょっと待ってください。いつまでも否認してただで済むと思うなよ。お前のずる賢い本性が見える。絶対に落としてやるからな。明日はさ、交流質問って言ってさ、交流って分かるの、留置所回しってこと。とにかく裁判所行って裁判官とお話しして、このまま捕まえとくかどうか決めるの。まあ無実を訴えたら絶対に出られないけど。絶対に痴漢なんてしていません。否認するということですね。そうです。やってないんですから。あなたを10日間拘留します。あの誰かに連絡取ってもらえるんですか。はい、お取りしますよ。じゃあお願いします。はい。え、ちょっと聞こえないんだけど。交流？何それ？あれ？なんかもういるじゃん。なんか変な電話かかってきたぞ。誰？いや、あの鉄平の達郎ですけど。オレオレ詐欺だろうか。はい、月曜は検察庁で取り調べがあって面会できない。はい、火曜日ですね。差し入れは月曜でもできると。何した。あなたは古川さんの右お尻を触っていた右手の手首を古川さんに掴まれなかったか。掴まれていません。古川さんに掴まれた右手をすぐに引っ込めなかったか。だから触ってもないし掴まれてもないんです。
そろそろ本当のこと言ったらどうだ。最初から本当のこと言ってます。被害者はお前の右手首を掴んで顔を見たと言ってるんだ。本当のこと言って反省すれば悪いようにはしない。反省って何もしてないんですよ。お前は何か家にいかがわしいものを持ってないのか。いかがわしいものって何ですか。アダルトビデオとかその類だ。持ってたら痴漢なんですか。持ってんのか。会社もあるのにありがとうね。あ、いいよ、俺会社行ってないし。ニットなの。はい。金子さん。はい。あ、ニットタオルなんてどうすんの。首吊っちゃうよ。長いものはダメ。ベルトなんて言語道断。何も知らねえんだから嫌になっちゃうな。おいおい、ヒゲ剃りもかよ。殺したいのかね。そんな、何を差し入れていいかわからないから旅行に必要なものを持ってきただけです。石鹸歯ブラシは中で本人が買うからね。それからこれもダメ、食べ物は入らないの。困るんだよ、こういうことをされちゃ。達夫ってあんたか。つまんないことすんじゃないよ。すみません。なんだよ、大丈夫だよ。たかが前科一般なんてそんなのいっぱいいるんだから。黙ってりゃ誰にもわからないって。まだ若いんだしよ。うちの息子は何もしてません。親ってありがたいな。いやね、前からなんかちょっと変だなと思ってたんですよ、私も。どういうこと。いや、ただなんとなく。ただなんとなくって。いや、会社も行ってないみたいで。連絡もしないで心配ばかりかけて、やっと面接受けるからって様子見に来たら、私があんたに面接してどうするの。一体何したの。何もしてないって。本当ね。息子が信じられなくてどうすんだよ。あんただから信じられないんでしょう。やめろよそういうこと言うの。マジかよ、面接の日か。え、俺のせい。いや、そんなこと。フラフラしているあの子に会社を紹介してくださったんですから。あ、ごめんなさい、深い意味ないですから。あ、先輩、誰か弁護士知りませんかね。うちの会社の顧問弁護士に聞いてみるか。お願いします。うちの子に限ってこんなことするわけないんです。弁護士にはそれぞれ得意分野っていうものがありましてね。うちは民事専門で刑事事件の弁護はほとんどやってないんですよ。まあ簡単に言えば、人と人とが争うのが民事事件です。例えば離婚とか損害賠償、遺産相続とか。刑事事件は国が犯罪を犯した人に罪を問うものですね。ですから警察が介入します。弁護士は刑事裁判で被告人を弁護する。テレビではね、弁護士はみんな殺人犯の弁護をしてるみたいですが、殺人事件はおろか、そもそも刑事事件の弁護をしたことがない人はたくさんいるんですよ。では息子の弁護をお願いするのは無理なんでしょうか。
残念ながらそういうことになりますね。どなたか弁護士さんを紹介してもらえないでしょうか。もうどうしていいかわからないんです。先生、大変申し訳ない、ちょっと時間が。大丈夫かな。だって元裁判官で殺人事件の弁護もやってるんでしょ。でも時間だし。私はこっちの方が落ち着く。うん、今話を聞きました。誰か接見に行かせますか。うん、はい。でどう、そっちは。この間見たよ新聞。超豪華事務所の自室に寝袋、徹夜の毎日。いやいやいや、すごいよ。うん。え、こっちは相変わらず親父の残した仕事をやりながら細々とね。貧乏暇なしですよ。こんな生活がいつまでできるかね。覚えてるかな、軽弁教官に言われただろう。弁護士というからには刑事をやりなさい、民事は弁護人じゃなくて代理人だって。最近よく思い出すんだ。なぜかね、俺も弁護士に戻るかな。入れ。弁護士の須藤です。お母様から依頼されて弁護することになりました。主任弁護人は荒川というものですが、今日私がお話をお伺いに上がりました。取り調べで何度も話されているとは思いますが、事実経過を詳しく教えていただけますか。その前に、なんでこんなとこにいなきゃならないんですか。僕の言うことなんか何も聞いちゃくれない。認めたらすぐ出してやる、そればっかりだ。なんでやってもないことを認めなくちゃいけないんですか。本当にやってないの。刑事と一緒かよ。あなたの言い分はきちんと聞きます。当日のことを話してください。どうでした。正直に申し上げますけど、痴漢は嫌いです。そりゃそうだ。好きなのは犯人だけだ。で、その青年は痴漢をしてるんですか。わかりません。本人は否認してます。だけど私にはできません。何が。弁護です。国選で自白事件を少しやっただけです。否認事件の経験もありません。それに今は犯罪被害者の救済が私の仕事だと思ってます。否認事件なんて滅多にないんだから、やればいいじゃないですか。でも痴漢犯人の弁護なんて。本人はやってないって言ってるんでしょ。そうですけど、証拠がないんだからいくらでも言い逃れはできます。先生は男だからわからないかもしれないけど、痴漢されると大体わかるんです、こいつが怪しいって。弁護士がそんなこと言ってどうするの。怪しいからって犯人にされたんじゃたまったもんじゃない。疑わしきは被告人の利益に。刑事裁判の鉄則だ。女性がどのくらいの勇気を持って犯人を捕まえてると思いますか。怖くて恥ずかしくて。裁判になれば法廷で証言しなければならないんですよ。
大体痴漢で無罪がたくさん出たらまた逆戻りです。やっと裁判官が被害者の言い分を聞いてくれるようになったのに。いいかい、痴漢冤罪事件にはね、日本の刑事裁判の問題点がはっきりと現れてるんだ。まだ冤罪かどうか分かりません。依頼人が犯人だとあなたが確信したらいつでもやめていい。だからやりなさい。上着が挟まってたなんて誰も言ってねえんだ。つまんねえ言い逃れしてんじゃねえ。最初からその女子中学生狙ってたんだろ。違います、乗ったらたまたま前がその女の子だったの。ほら最初から女だって分かってた。分かってません。さっきから言ってるでしょ。分かったのは岸川駅で降りて言いがかりをつけられた時です。バカなこと言うな。すぐ前にいたんで分からないはずがない。本当はホームで目をつけて乗り込む時から女の後ろにくっついて体を押し付けた。だから駅に背中を押されて乗ったんだって。前が女なんだ、ちょっと体をすらせばいいだろ。どこにそんな余裕があるんだよ。まあ山田君そうね、余裕がなかったかもしれないね。でも山田刑事だってね、君が憎くて怒鳴ってるんじゃないんだよ。ほら、罪を憎んで人を憎まずってあるだろ。誰だって魔が差すってことはあるさ。魔が差すも何もやってないんですよ、うん、まあまあ一つ冷静になって考えてみないか。どうだろう、偶然右手がお尻に当たったってことはないかな。ほら電車揺れてるし満員だ。偶然当たっただけならそれは痴漢じゃない。どうかな。偶然当たったのは右にいた女性で、それも上着を引っ張ってたからです。前の人に当たってませんいや私らもね、君みたいな前途ある若者の人生がめちゃくちゃになるのを見るのは辛いんだよ。今はね、痴漢でも懲役だってあるんだよ。偶然触っただけなら副検査にも言いようがあるわけだよ偶然も何も右手は浮気を引っ張ってたからじゃあ左手はどうだろう。リュックを持ってたって言ってるじゃないですか。思い出してくんないかな悩まないでその後私は発車寸前の急行電車に乗ろうとしている女子中学生の後ろから駅員に背中を押され、女子中学生の背中に密着して電車に乗り込みました。調書に自分の言ってることが正しく書かれていなかったら絶対に署名はしないでください。え、もうしちゃいました。うん、してしまったものはしょうがない。次の取り調べの時に訂正してもらってください。これからはいい加減に署名しないように。裁判で不利な証拠になりますから。調書は取り調べ官の作文です。聞かれたことに答えてるのに出来上がった調書は正直にお話申し上げますとかなんとか一人称になってるでしょう。文体だけじゃない、ニュアンスも変えて有罪の証拠となるように調書を作ってしまう。例えば手が偶然お尻に当たることもあるだろうなんて言われて、そうですねと答えたら、私は偶然手でお尻を触ってしまいましたなんて自白したように書いてしまう。根気よく訂正を求めてください。それと日々の取り調べ状況を必ず記録すること。でこれに事件のあった日のことも思い出せる限り何でもいいからメモしておいてください。例えば事件発生時の車内の乗客の位置を図に書いておいたり。どうですか、頑張れそうですか。偶然当たったことはないのかって聞かれたけど、それは否定しました。否認しているといつまでも拘留して自白を迫る、こういうのを人質司法って言うんです。そんな卑劣なやり方に屈したらダメだ。もう少し頑張れば不起訴の可能性もある。万が一裁判になっても無罪を取れば拘留日数分1日1万円以上もらえる。アルバイトでもしてると思えばいい。有罪になる確率は 99.9% って本当ですか？ああ、それは認めている事件を含めての数字です。
否認事件だけに限れば無罪率は高くなる。どれくらいですか？ 3% くらいかな。100件に3件は無罪だ。OL 風の若い女性が目撃したこと話しに来ませんでした？全ては警察にお話ししてありますから。どうお話になったんですか？警察の方から事件については多言しないように注意を受けてますから。すいません、気持ちになって。非常に真面目な青年です。母親も上京してますし、釈放して在宅で取り調べても何の問題もないと思いますが。被害者と被疑者の供述が真っ向から対立してます。慎重に取り調べませんと。だったら本人が再三訴えております目撃者についても徹底的に捜査をしていただきたい。本来なら捜査機関がきちんとやるべきことなんですよ。被害者の供述だけで起訴するおつもりですか？俺たちが決めることじゃねえ、副検事が決めることだ。でも本当にやってるんですかね？白かもしれねえと思ったら落ちねえぞ。昨日10日ぶりに副検事の取り調べがありました。何を聞かれたの？一緒です。混雑状況とか車内の立ち位置とか。最後の確認かな。物証も自白もないのに被害者の供述だけで起訴できるわけないんだから。一つ聞いていい？はい。どうしてそんなに一生懸命上着を引っ張る必要があったの？どうせ岸川駅で開くドアでしょ？お前と話すのも今日が最後だ。お前は絶対に痴漢なんかしてない。そうだな？はい。だったら被害者が嘘をついてる。そういうことだな？それは分かりません。お前はドアに挟まった上着を引っ張っていた。そうだな？はい。なんで上着を引っ張った？どうせ岸川駅で開くのに。起訴。起訴だよ、起訴。15歳の中学生が勇気を振り絞ってお前を捕まえたんだ。彼女はな、お前に触られてから怖くて電車乗れなくなったんだ。お前の弁護士もやる気満々だ。証拠もないのに起訴するのかって言われて。だけどな、被害者の言い分とお前の言い分が食い違ってるんだ。あとは裁判所に判断してもらうしかないだろう。裁判は長くかかるぞ。認めるんだったらいつでも受け付けてやるから。裁判したって無罪はないぞ。まあよく考えることだね。当番弁護士の言うこと聞いてりゃこんなことにならなかったんだ。頭が変になりそうだよ。俺は本当に何もやってない。解雇中止にするぞ。もう3週間も閉じ込められて裁判やっても有罪かって変だよ。中止。はい。いい加減にしてくれよ。金子、本当にやったやつはさっさと認めて普通に生活してるんだ。話せよ。話せったら話せよ。俺何もやってないんだよ。幸い一審で無罪を勝ち取ることができましたが、
察側の控訴により現在も高等裁判所で争っております。目撃者はすぐ探した方がいい。被害者の証言だけで有罪になるのが痴漢事件です。こっちに求められるのはやってないことの証明だ。やったことを証明するよりはるかに難しい。第三者の目撃証言はものすごく大きいんですよ。実際目撃者を探し出して無罪になった例もある。でもどうやって。手伝います。早速明日からやりましょう。できたら弁護士にも付き合ってもらえればいいんだけど、駅員とトラブルになるかもしれないから。弁護士さんにお願いしてもいいものでしょうか。遠慮しちゃダメですよ。こっちから言わないと弁護士なんて動いてくれません。彼ら何十件も事案を抱えてるんだ。当事者が必死にならなかったら誰が必死になってくれますか。これお願いします。5月10日午前8時頃、市会議事務室にこの人は痴漢ではありませんと伝えに来てくれた女性を探しております。おはよう。この事件に心当たりのある方ご協力いただき、私はここにいますから、何かあったら声をかけてください。お母さん、お母さん、校内に入らないでください。お願いします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 。5月10日午前8時頃、市会議事務室にこの人は痴漢ではありませんと伝えに来てくれた女性を探しております。心当たりのある方よろしくお願いします。よろしくお願いします。申し訳ないんですけど、もう痴漢事件の弁護は。なんとか助けてもらえないかな。私も須藤君も手一杯だし、この日の事件はあなたの方が経験がある。助けるなんて。確かに数はやりましたけど。この間のやつ、判決読ませてもらったよ。ひどい事実認定だ。最低だね。あれが影響してるのかな。いや、それもちょっとありますけど、刑事弁護はしばらく。そうか。そんなんじゃダメだな。僕たちが相手にしてるのは国家権力なんですよ。そんなんでいちいち落ち込んでたら刑事弁護なんてできやしない。裁判官が無罪に臆病なのは今に始まったことじゃないんだ。今回の件はね、当番弁護士の責任も大きいんだ。否認してるにもかかわらず示談を進めた。それで被疑者も困惑してね、全てが後手に回った。これあなたの？あ、どういうこと？どういうことって、これが痴漢の証拠なんですか？裁判官の心証は悪くなる。あなたの心証も。だけど、だったら男はみんな犯人だ。その通りよ。全ての男には動機があるの。そして被害者のすぐそばに乗っていたんだから、アリバイもない。それを何とかすんのが弁護士だろ。裁判所は悪魔の巣窟です。人権意識のかけらもありません。疑わしきは被告人の利益に。手荷物お預かりいたします。携帯とかありましたらお出しください。はい、こちらでこちらの番号札をお持ちください。番号札、はい、どうもすみません。はい、こちらの携帯とかございますか。お母さん、真ん中にどうぞ。あ、帽子。帽子取ってね。
座っていいよ。起立。それでは開廷します。被告人は前へ。はい。名前は？金子哲平です。はい、恐れ入ります。こちらの番号でお持ちください。公共の乗り物において人を著しく周知させ、かつ人に不安を覚えさせるような行為をしたものである。罪名および罰条、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反、同条例第8条第1項第2号第5条第1項。被告人には黙秘権があります。答えたくない質問には答える必要はありません。ここで述べられたことは全て証拠になりますので気をつけてください。公訴事実に、つまり検察官が今読み上げた起訴状に事実と違うことがありますか？あります。私は痴漢などしておりません。あ、口を近づけなくても大丈夫ですよ。はい。この被害に遭ったと言っている女子中学生と同じ電車に乗っていたことは間違いありませんか？間違いありません。でも触る行為はしていません。弁護人のご意見は？被告人と同意見です。被告人は痴漢行為をしておりません。ただし被害を申告している女子中学生と同じ電車に乗っていたことは認めます。被告人はお戻りください。はい。それでは証拠調べに入ります。検察官は冒頭陳述をどうぞ。1、被告人は平成17年5月10日午前7時30分ごろ、城北急行電鉄武蔵台駅で発車間際の電車に乗ろうとし、その背を駅員に押されようやく乗り込んだ。2、電車が発車ししばらくすると目の前に立つ当時15歳の被害者の臀部に自らの股間を押し付け、信黒駅を過ぎたあたりで今度は右手で被害者のスカートをめくり上げ、さらに右手を被害者のスカートの中に差し入れて被害者の右臀部あたりを撫で回すなどし、公訴事実記載の犯行に及んだ。被害者は通学中の車両内で過去数回痴漢被害に遭っており、一度鉄道警察に対して被害を訴えたこともあるが、犯行中の犯人の手を捕まえるなどして確実な証拠を得ないと犯人を捕まえることはできないと言われたため、今回は何としても犯行中の手を捕まえようと考え、勇気を持って犯人の右手を掴むと同時に右後方に顔を向け、その上着の袖口を確認したが、被告人の手はその瞬間真後ろに引かれ、その手を離してしまった。しかしその際、被害者は道場の真後ろに立っていた被告人が着ていた上着の袖口を確認し、まさしく被告人の手であったことを確認した。3、被害者は電車が岸川駅に到着した際、先に降りた被告人を追いかけ、被告人の上着の右袖あたりを掴んだ。被告人は抵抗する素振りを見せたが、他の乗客の協力を得て被告人を現行犯として逮捕した。今痴漢されたよね。してないです。いや、したよ。それでは整理しますと、甲1号証から甲6号証が不同意、犯行日時場所の特定ということで甲7号証、犯行時刻における電車の乗車率として甲8号証に同意、甲10号証から甲16号証は一部不同意で、甲17号証は全部不同意、その他は留保ということですね。はい。次回は警察官山田浩二の証人尋問ということでよろしいですね。しかるべく。日程ですが、8月1日の午後はどうですか？差し支えです。4日の午前午後どちらでもいいんですが。差し支えです。午前も午後も別件が入っております。8日の午前はいかがですか？はい、大丈夫です。はい。
した知り合い連れてこないんですか。こんなガラガラじゃ負けちゃうよ。傍聴席を支援者でいっぱいにして裁判官を本気にさせなきゃダメだ、ね、どうも。あ、こんにちは。今日は何ですか。ちょっとね、杉村先生と。ああ、例の医療過誤ですか。うん。そっちはどう。裁判官大森さんだよね。ええ。評判いいよね。そうなんですか。マスコミには最悪ですけど。無罪病か。まるで無罪を出すのが悪いみたいだ。病気なら他の裁判官にも伝染してほしいよ。それで。ええ、事件直後の被告人の弁解が全く調書に取られてないんです。被害者の調書にも女性目撃者が駅事務室に来たことや被告人が上着を引っ張っていただけだって弁解していた話が出てこない。当然あるはずの調書が出てないってことない。都合の悪い証拠は隠すからね。そんな。そんなじゃない。起訴したからには絶対有罪を取る。それが検察官の仕事だ。立ち見できないから立ってる人は退出してね。あの、裁判官の方にこれだけ注目されてるということを見ていただけませんか。裁判官がお見えになったらすぐ出てきますから。まあいいか。甲第17号証再現写真撮影報告書を証人に示します。この再現写真撮影報告書は証人が見分した経過、結果をありのまま正確に記載しましたか。はい。その見分に際して被告人を誘導したり、あるいは被告人の主張と違う状況を無理やり再現させたということはありますか。ありません。この報告書を作るにあたって被告人に無理やり強制してやらせたということはないわけですね。ありません。以上です。はい。それでは弁護人、反対尋問をどうぞ。弁護人の須藤からお尋ねします。ああ、マイク使ってね。録音できないでしょ。先ほどの再現写真撮影報告書のマネキンですが、身長は何センチでしたか。確か165センチだったと思います。被害者の女性の身長は何センチだったかご存知ですか。忘れました。その写真を撮影した時には被害者の身長をご存知でしたか。多分。多分何ですか。多分知っていました。被害者の身長は155センチです。マネキンとは10センチも違います。本件犯行が被告人に可能であったかどうかを調べる上で被告人と被害者の身長の差はとても重要な事実ではありませんか。その写真は立ち位置を再現するために撮影したものですから、身長差までは考えておりませんでした。被告人は当初から左手にリュックを持ち、右手は上着の裾の方を持っていたと言っていましたが、どうして再現撮影の時にリュックを持たせなかったのですか。先ほどお述べましたように立ち位置の確認ですので、カバンは関係ないと思いました。被告人の右手に関しては本人が上着をつかまず両手を前で組んだので、私が指示してそうさせたのではありません。弁護人の荒川からお尋ねします。あなたは事件当日被告人を取り調べましたね。はい。あなたは被告人に
痴漢を認めればすぐに出してやる。交通違反と一緒だ。略式で罰金払えば釈放だと言いませんでしたか。言いません。あなたは被告人を取り調べる前に被害者から被害内容を聞いてましたか。はい、大体の話は聞いておりました。被害者はどんな被害に遭ったと言ってましたか。後ろからスカートの中に手を入れられ、右臀部をパンツの上から触られたと言ってました。被害の客観的裏付けを取ろうとは考えませんでしたか。例えば被告人の手の付着物を採取して被害者の下着の繊維と同一のものか調べるとか。いろいろと忙しくうっかりしてました。うっかりとはどういうことですか。被告人の人生がかかってるんですよ。いつもは取るんですが、どうして取らなかったのかよく覚えておりません。似たような事件が多いんで。あなたは容疑の裏付けを取らなければならない立場にありながら、具体的な証拠を調べようともしなかった。そんなことはありません。あなたは被告人の弁解を真摯に聞くこともしなかった。どうして被告人の供述をきちんと調書に書かなかったんですか。いえ、正確に録取しました。ドアに挟まっていた上着を引っ張っていただけという被告人の言い分をあなたはなぜ録取しなかったんですか。そのような言い分は聞いておりません。最後に一つだけ、パンツを触っていれば必ず繊維鑑定で分かるものなのですか。いえ、必ずとは言えません。今まで繊維鑑定をして犯行の裏付けに成功したことはありますか。ありません。以上です。今日のテーマは警察がいかにずさんな捜査をしているかを明らかにすることでした。あと検察側には明らかに提出していない証拠があるので、当たり障りのない証拠には同意して被害者、男性目撃者、駅員全ての供述調書を出してきたら他の証拠にも同意するという作戦を取りました。もちろん信用性は争いますけど。ちょっと待ってください。証拠って全部見れないんですか。全部見て有罪か無罪か決めるんじゃないの。どの証拠を出すかはそれぞれの作戦でね。とはいえ捜査段階の証拠は検察にあるわけです。こちらには何もない。証拠を開示するよう、つまり証拠を出しなさいという請求はできるんだけども、具体的にこういう証拠があるはずだから出せと指摘しないといけない。どんな証拠持ってるか分かるんですか。分かりません。推測するしかない。おかしな話です。誰が頼んだよ。何なんだよあいつら。佐田さんが集めてくれたんだよ。どうして。変だろ、俺のことなんて何も知らないのに。お前のことは知らなくても裁判のことは知ってる。だからなんだよ。なんで俺は痴漢ですってみんなに宣伝しなきゃならないんだよ。それなんで陽子まで。いや、陽子は小倉先輩が連れてきたんだよ。なんで。仲間だろ。傍聴は一人でも多い方がいいんだよ。仲間って別れたの知ってるだろ。みんな心配してんだよ、お前のこと。外にいる人たちは、司法修習生ですよ。司法試験にとって研修してるんです。研修生。いや、修習生です。あ、そのままで結構ですよ。おはようございます。それでは開廷します。お待ちください。
傍聴希望でしたら少し詰めてお座りになってください。よろしいですね。何が始まるんです？遮蔽です。被害者のプライバシーに配慮して被告人と傍聴席からは見えないようにするんです。こうやってこの板で。はい。被告人は長い線に座ってください。はい。また遮蔽かよ。公開が原則なのに。最近の被害者保護の流れを考えれば仕方ありませんね。どうぞこちらへ。怖がらなくてもいいですからね。カードに書かれている氏名等に間違いはありませんね。はい。それではその宣誓書を声に出して読んでください。じゃあお座りください。あなたが体験したことをそのまま述べてください。嘘の証言をすると偽証罪として処罰されることがありますから注意してください。それでは検察官、主尋問をどうぞ。証人はあなたのことですが、一度深呼吸をしてみましょうか。武蔵台駅を発車してしばらくすると後ろでゴソゴソ動く気配がしたのですね。はい。それでどう思ったの？なんか嫌だなというか、よく痴漢に遭うので今日もそうかなって思いました。ゴソゴソというのは具体的に自分の体に何かが触れているということですか？なんとなく後ろの人が電車の揺れとは違う感じで動いているのが分かって、時々硬いものがお尻の下に当たって押し付けられるような感じがして、もしかしたら痴漢かなって。それでその後どうなったのですか？すごく怖くて、そしたら今度はスカートがめくられる感じがしてお尻の右側に触ってこられて。あなたのお尻を触っているのが他人の手であることは目で見て確認できましたか？いえ、でも上下に動いたり左右に動いたり、それで揉むような感じまして、手に間違いないと思いました。あなたはどうやって犯人を捕まえようと思ったのですか？犯人の手を掴もうと思いました。なぜ犯人の手を掴もうと思ったのですか？前痴漢に遭った時に警察の人に言ったら、手をつかむとか何か証拠がないとダメだと言われたので。手をつかむとき何か注意したことはありますか？痴漢している最中の手を捕まえようとしました。犯人の手はどの辺にありましたか？右のお尻です。だけど前の方に来る感じがして。前の方に来る途中で掴んだのですか？はい。そのまま前の方に回ってきたら嫌だと思って右手で掴みました。犯人の手のどのあたりを掴んだのですか？手首の少し上ぐらいだと思います。その時あなたはどこを見ていましたか？犯人の手を、自分が掴んだ手を見ていました。犯人の指先まで見えましたか？見えませんでした。スカートがめくれ上がっていて腕しか見えませんでした。手を掴んだ時犯人の服も一緒に掴んだのですか？はい。犯人の服の色は分かりましたか？黒っぽかったと思います。掴んだ手はどうなりましたか？手を後ろに引っ込められてしまいました。手を離してしまったのですか？はい。
なたは犯人の手を見失ったのですか？いえ、引っ込められたその手を目で追っていました。その手はどちらの方向に引っ込みましたか？後ろです。例えばあなたの背中を取って右から左に横に抜けていったような感触はありましたか？ありませんでした。あなたの右の方に抜けていったり下の方に抜けていったというような感触はありましたか？ありませんでした。あなたは目で犯人の手が抜けていった方向を追ったわけですね。はい。それが後ろだったんですね。はい。あなたはその後どうしましたか？目で抜けていった犯人の手を追ったら後ろの人だったので、その掴んだ服の色が似たような色だったのでやめてくださいと言いました。甲17号証再現写真撮影報告書添付の写真1枚、資産を示します。この写真の人は5月10日あなたが痴漢の被害に遭った時あなたが捕まえた人ですか？はい。以上です。あなたが痴漢の犯人だと思って捕まえた男性以外に車内にいた人で覚えている人はいますか？例えばあなたの前にいた人や右斜め後ろ左斜め後ろにどんな人がいたか。覚えていません。裁判官の方を向いてお答えください。取り調べの時には目の前には中年の女性がいたと答えていますよね。だったらいたんだと思います。他には覚えていませんか？例えば左斜め後ろに太った男性がいたとか。覚えていません。岸川駅に降りてからのことを伺います。駅事務室に行くとき被告人は何か弁解をしていましたか？ドアに上着が挟まっちゃったから引っ張ってただけだって。駅事務室に OL 風の女性が来ませんでしたか？はい、来ました。その女性は何か言いましたか？男の人の上着がドアに挟まっていたけどそれにしては動きが変だったって言ってました。事件当日の警察での取り調べではあなたは事務室に来た女性は男性の上着はドアに挟まっていたと言っていたとしか話してませんね。そうですか。でも動きが変だったって。その後その女性はどうしましたか？いつの間にかいなくなってました。あなたが捕まえた男性はその女性を返しちゃダメだと言っていませんでしたか？わかりません。事務室に入ってすぐ奥の方に行かされましたから。弁護人の荒川です。私の方から少しだけ確認をさせてください。話は戻りますがあなたは犯行中の犯人の手を掴んでその掴んだ犯人の手を見たんですね。はい。その後犯人は手を引っ込めた。はい。目で追っていってその手はどこに行きましたか？後ろに行きました。その後ろに行った手も見ていましたか？はい。手を見て抜けた手を目で追ってその抜けた方を目で追ったら同じような色の服を着た人がいて。今同じような色の服を着たと言いましたがずっと目で犯人の抜けていく手を追っていけばまさにその手だということになりませんか？だったら同じような色というよりもまさにその色だということになりませんか？同じような色という言い方だと一瞬視界から手が消えたのでありませんか？抜けてだけどずっと見ていてそれでその方向を見たっていうことなんですけど。犯人の手を見ましたよね、掴んだ時に。そして抜かれました。抜かれた瞬間は
あなたの視界から犯人の手は一瞬消えたのですか？よく覚えていません。今ここに私の右手がありますね。ここから左へ動かしてもあなたの視界からは消えないですよね。はい。だけどこの右手が一瞬この袖に隠れれば手は見えなくなる。はい。そういうふうに一瞬消えたことがあったのかどうかということなんですけれど、よく思い出してみてください。覚えてない？はい。弁護人、続けてください。あなたは手を掴んだ。その手を見ていた。それを抜かれた。ここから先をよく聞いていてください。抜かれた先を追っかけたけど、一瞬手を見失った。だけど同じような色の服があったからそれで分かったというのか、抜かれたんだけどあなたはその手を見失うことなくそのまま追っかけることができたというのか。異議あり。質問が重複してます。大事なところですから、証人はもう一度思い出してみてください。一瞬消えたので抜けた方向を見たら同じような色の服を着た人がいました。それで同じ人だと分かったということですか？右手が抜けた方向とか色とか手の向きでこの人だと。一瞬見失ったけど分かったっていうことですね。はい。あなた先ほど検事さんの質問に、犯人の手が抜かれた時あなたの背中を通って右から左に抜けていったような感触はなかったと答えましたね。はい。そうするとあなたの左斜め後ろにいた人が触ったという可能性はないということですか？背中の感触だけでそう断言できますか？刑事さんにも左斜め後ろの人には触れないから真後ろの人に間違いないと言われました。刑事さんが左斜め後ろの人には触れないと言ったんですか？はい。どうして触れないのか理由は話してましたか？そういう実験をしたって言ってました。ちょっと待ってください。刑事さんはあなたの左斜め後ろにいた人には触れないということを実験で確かめたと言ったんですか？そうです。どの刑事さんが言ったか覚えてますか？いえ。女性でしたか？男性でしたか？よく覚えてませんけど本当にそう言ったんです。それでは裁判所の方から少しだけ質問させていただきます。もう少しだけですので頑張ってください。はい。駅事務室に来てくれた女性は、その男の人はドアに上着が挟まっていたけれどもそれにしては動きが変だったと話したんですか？はい。なぜその女性はわざわざ事務室まで来てそう話したんだと思いますか？痴漢ですと私が言ったからだと思います。その女性はあなたが捕まえた男性のことをこの人は犯人じゃありませんというふうには言ってなかったのですか？はい、そうは言ってなかったです。裁判官、先ほどの被害者証言でありました警察の再現実験に関する報告書の開示を請求いたします。
検察官よろしいですね。そういうものが存在するのか調べてみませんことには。存在する場合には開示してください。検討します。事務室に来てくれた女の人がさ、上着を引っ張ってたから痴漢はしてないって言ったのよ。動きが変だなんて言ってたらさ、鉄平がなんで返したんだって怒るわけだね。被害者感情なのかな。自分が痴漢にあって、それでわざわざ女の人が来てくれたわけだから、当然自分の味方だと思った。それで自分の都合のいいように聞いたのかもしれない。あるいは自分が捕まえた男が犯人に間違いないと思い込んでるからそう聞こえたのか。よく頑張ったな。これからも負けずに最後まで諦めないで。ここだけの話なんだけどね、担当刑事がね、まさか起訴するとは思ってなかったって言ってたよ。お、ありがとう。こんなとこにいたのかよ。知らなかった。なんか好きなもん頼めよ。おにぎり。いきなりかい。わかる。私も留学してた時、美味しく炊いたご飯食べたかったもん。4ヶ月だもんな。人質司法って言うんだって。何度か保釈申請はしたんだけど。なんでダメだったんですか。1、被疑者が住居不定の時。2、被疑者が証拠を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。3、被疑者が逃亡し、または逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。まあ、大体が2の証拠隠滅を理由にするらしい。お前すげえな。でも証拠なんて何もないじゃん。つまり被害者を脅して嘘の証言をさせるとか、だから被害者の証言が終われば保釈が許される。とはいえ保釈条件で事件のあった区間の電車には乗れない。なんだよそれ。いくら保釈金。200万。裁判なんてね、今まで悪い人が裁かれるところだと思ってた。だからお金で釈放なんて。そうなんだ。裁判は有罪か無罪か判断するとこなんだよ。まあ当たり前だけど。裁判官はね、常時200件以上の事件を受け持ってる。そのほとんどが罪を認めている事件で、明らかな有罪ばかりだ。それを考えれば確かに悪い奴を裁く場所かもしれない。ただその中で被告人の声を真摯に聞くことは容易じゃない。こうやって短期間に多くの事件を裁かないと勤務評定に関わる。ああ忙しすぎるんだな。裁判官の能力は処理件数で測られるから、早く終わらせることばかり考える。すみません。裁判の段階としてはどのところなんですか。検察側立証が終わって、これからは弁護側の反証の番です。理屈の上では検察側立証の弱点を指摘するだけでいいんだけど、現実の裁判はそう甘くない。こちらから積極的に無罪を立証できないと負ける。それくらいの覚悟が必要です。そこで提案なんですけど、再現ビデオを撮影したいんです。被害者の言う通りの状況を作り、金子さんの言い分と合わせて当日の状況を再現するんです。うまく証拠になるかどうかは分からないけど、書面だけでは事件を正確に把握するのは難しい。当日の状況を具体的に把握して被害者証言に矛盾はないか検証したいんです。お金もかかるし大変なんですけど、
佐田さんも作ったって言ってたから相談してみます。あなたは車内で痴漢行為そのものを目撃しましたか？いえ、ただドアのあたりでもぞもぞ動いてる男が気になったので時々見ていました。挙動不審というか。もぞもぞ動いてる男っていうのは？被告の方です。電車に乗り込む時から危なっかしいなと思って見ていました。裁判官のを見てお答えください。ああ、危なっかしいってのはどういうことですか？女子学生の背中に自分の前側をぴったりつけて押し込んでいたので痴漢に間違えられるというか、自分だったら背中から乗り込むのになと思って見ていました。あなたはどこから見ていたんですか？一つ隣のドアの前で座ってる人の頭越しに見ていました。岸川駅で降りてからのことをお伺いします。あなたが被告人を駅事務室まで引率したんですか？いえ、ホームで揉めていたら駅員の人が来て、そしたら諦めたのか駅員とその被告の方が先に立って歩き、その後被害者と私が並んでついていきました。駅事務室にはもう一人 OL 風の女性が来ましたね。はい。彼女は何を言いに来たんですか？この人は痴漢かどうかは分からないけど怪しいというようなことを言ってたと思います。というようなことというのは？あまりよく覚えてないんですが、すぐ行っちゃったし。被告人はその女性が出て行った後何か言いませんでしたか？なんで返すんだよみたいなことを言ってたと思います。駅事務室に来た目撃女性は被告人は痴漢をしていなかったとは一言も言ってないんですね。はい、そういうふうには聞こえませんでした。以上です。構いませんよ、何でも聞いてください。無罪を言い渡した事件で本当はやってるかもしれないって悩んだことはありますか？ありません。事実認定はあくまで検察官が合理的な疑いを入れない程度の証明をしたかどうかを判定する作業です。証拠はないけど本当は被告人が真犯人かもしれないなんて悩む必要はないんです。そんなことで裁判官が悩むと証拠もないのに勝手に検察官の言い分を補って時には無罪の人を有罪にしかねません。検察官の証明を吟味して有罪の確信が持てなかったら無罪なんです。刑事裁判の最大の使命は何だと思いますか？真実を見極めること、うん、公平であること、うん、公平らしさ最大の使命は無実の人を罰してはならないということです。例の被害者の左斜め後ろにいた男には痴漢はできないという警察の再現実験報告書ですけど出てきません。不検討だそうです。不検討？見当たらないということ。ないと言ってもし後で出てきたら嘘をついたことになる。だから不検討。じゃああるんですか？いや、それはわからない。あるのに見せたくないから不検討かもしれないし本当に見当たらないのかもしれない。本当にないんだったら刑事が被害者に嘘をついて金子さんが犯人に間違いないと思い込ませたことになる。あるのに見せたくなかったとしたら、例えばマネキンを使った写真と一緒であまりにもいい加減な報告書だった、それで裁判官の心証を悪くすると判断した。どうしたものかな。それはそれとして一つ報告があります。裁判官が変わった。え、そんなことあるんですか？うん、そう珍しいことじゃないんです。え、それじゃあ今までの審理はどうなるんですか？
どうにもなりませんけどね。ただ新しい裁判官は今までの法廷でのやり取りを書面だけで判断することになる。起立。裁判官が変わりました。公判手続きを更新しますが、従前通りでよろしいですね。はい、はい。定員は20名です。後から着席した人は退出していただけますか。え、前の裁判官は詰めて座っていて。ここは私の法廷です。言ってんだ。それは審理を静粛に執り行いたいので、定員通りの傍聴ということでお願いします。メガネの方。事務室まで来た女性は何と言っていましたか。よく覚えていないというか、ちょっと聞き取れなくて、ドアに挟まったとかなんとか、そんなことを言っていて。あなたはその女性から詳しく事情を聞こうとはなさらなかったのですか。いや、ですから詳しく聞くも何もすぐに行ってしまいましたんで、そんなことしたくてもできませんでした。あなたは被告人から事情を聞きましたか。いいえ。全く事情を聞かなかったのですか。はい。あなたは被告人に駅事務室で話を聞くからと言ったのではないのですか。だから被告人は当事者同士で話し合えば分かってもらえると思って積極的にやってきてるんですよ。そう言われましても、そういうことは私どもの業務ではありませんから。こういう場合、駅員としてやるべきことは何なんですか。当事者の身柄を確保して警察に連絡をすることです。あなたは駅事務室まで来た女性がこの事件の重要な目撃者であると認識されていたのですか。いえ、そもそもどういう人なのかさっぱり分かりませんでした。その事務室に来られた女性は被告人が犯人ではないと言ったわけではないんですね。はい、そういうふうには言ってなかったと思います。はい。弁護人から証拠開示請求が出されていた警察官作成の再現実験報告書ですが、不検討ですということですので、捜査主任の山田刑事の再尋問を請求いたします。検察官どうですか。必要性がないと終了します。裁判所としてもその必要はないと考えますが。しかし被害者が被告人が犯人だと強く思い込んだのは取り調べ官の示唆があったからだと考えられます。仮にそうだとしても被害者は誰にそう言われたのか特定できないのですから、山田刑事を呼んでも仕方ないでしょう。取り調べの違法性については弁論で主張なさってください。山田刑事の承認申請は却下いたします。なんで裁判官変わっちゃったんですかね。裁判官に転勤はつきものですが、飛ばされたのかもしれません。なんで。痴漢事件の前に出した2つの無罪がどっちも高裁でひっくり返されたんですよ。本当ですか。え、それで左遷。どうですかね。無罪を出して喜ぶのは誰ですか。被告人とその関係者でしょ。検察と検察は。そりゃ腹立つでしょう。メンツ丸つぶれだ。無罪を出すというのは警察と検察を否定することです。つまり国家に立てつくことですよ。そしたら出世はできません。所詮裁判所も官僚組織ですから、組織の中で評価されたいというのが人情でしょう。被告人を喜ばしたって何の得にもなりゃしない。有罪ばかり書いてりゃ出世するってわけでもないらしいけど、とにかく無罪判決を書くには大変な勇気と能力がいるんです。そんなもんですか。知らなかったな。そう、お利口さんね。旦那さんには何から何までお世話になって本当にありがとうございます。いいえ、裁判は本当に大変だから、私たちに何かできることがあったら何でも言ってください。
私たちも頑張らないと。まだ終わったわけじゃないから。あ、野本先生すいません。じゃあその脚立の上から撮っていただけますか。上から、はい、小倉さんはすいません、はい、横から、はい、はい、すいません。大丈夫ですか。はい、こんな感じだった。はい、どうですか。はい、結構です。じゃあまず被害者役の陽子さん、さっき決めた場所に入ってみてください。はい、斉藤さんと須藤先生もよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ最後に乗客の皆さんも入ってみましょうか。はい、お願いします。実際には 250% の混雑率ということで、駅員に押されないと乗れなかったくらい混んでいたので、なるべく密着してください。はい、では金子さん、はい、どういうふうに上着を引っ張っていたのかやってください。はい、すいません。斉藤さん、ちょっと金子さんを押してみてください。はい、陽子、ん、お尻なんか当たってない？当たってる。てっぺんのリュックで、これで股間を押し付けられたと勘違いしたんだきっと。今度は被害者がやめてくださいと言って犯人の手を掴んで振り返ったというところを、被害者供述通り言ってみましょう。まず金子さんがやったと仮定して、最初被害者のお尻あたりに手を置いて、はい、触るふりだけにするから。本当に触って、そうしないとわからないから。大丈夫、スパッツ履いてきたし。はい、触って。はい、その手を掴んだ。抜けません。見るものですね。ドアのすぐ前に立ってるんだもん。真後ろになんか抜けるわけがない。そんな簡単なことどうして気づかなかったんだろう。だから現場検証は大切なんだね。やんなきゃダメだ。今度俺触ってみようか。え、あ、うん。手が引かれた方向が背中の方なのか真後ろなのか分かったかな。よく分からなかった。手がどっちの方向から出てきてお尻を触ってるのかも分かりませんでした。てっぺはどうだった？達夫が触ったの分かった？いや、全く。あれだけど、これって進行方向どっちだっけ？あなたが背にしていたドアが進行方向に向かって左側。それでは被告人、証言台へ。はい、座ってください。はい、あなたはドアに挟まっていた上着を引っ張っていた。上着はすぐに抜けましたか？いえ、それで焦って体をひねってみたり、右手でなるだけ挟まっている近くを持って引っ張りました。車内は相当な混雑だったと思いますが、あなたの動きは周りの人に迷惑かけませんでしたか？あ、気をつけたつもりですけど、右にいた女性が私の方を見て怪訝な顔をしたので、すいませんと謝って挟まっている上着を目で示しました。上着を引っ張っているあなたの手や体がその女性に当たったんですか？そうだと思います。あなたは警察での取り調べで、自分の左隣にいた太った男が痴漢をしていたのかもしれないと言いましたね。はい。
なぜその男が怪しいと思ったんですか？私が上着を引っ張っている時にその男に押されて体が右隣の女性を押すような形になったんです。電車の揺れのせいかもしれませんが、ちょっと不自然な気もしたし、痴漢被害のことを聞いて、もしかしたら被害者の女性のお尻を触ろうとして私を押すことになったのかと。ところで、あなたが降りる岸川駅では上着が挟まった方のドアが開くわけですよね。どうして無理して上着を引き抜かないといけなかったんですか？はい、それは私の勘違いでした。私が乗車するすみれ川駅では岸川駅と反対側のドアが開きます。ですから混んでいるときは岸川で降りるのに車内を横断することになります。ところがあの日はリュックの中身を確かめようとして武蔵台駅で降りました。武蔵台駅は岸川駅と同じ側が開きますので、その時私は車内を横断して降りたわけです。その日は寝坊したり履歴書を忘れてしまったりしてとても慌てていました。それで再び電車に乗って上着をドアに挟まれたんですが、その時私はそのドアがいつもの習慣で岸川駅とは反対側のドアだと思い込んでしまっていたようなのです。ようなのですとはどういうことですか？はい、以前に弁護士さんや副検事さんにどうして上着を引っ張る必要があったのかと聞かれたとき、自分でもよく分からなかったんです。でも再現ビデオの撮影のときに思い出したんです。あの日上着を引っ張ってる最中に、あれこの電車どっちに向かって走っていたんだっけと思って、そしたらいきなり上着が抜けて、その直後にやめてくださいという声を聞いたんです。つまりあなたは武蔵台駅から乗ったのに非常に慌てていたので、いつものようにすみれが丘駅から乗ったと勘違いしていた。だからどっちのドアが開くかも勘違いしていたということですか？はい、あ、はい、そういうことです。それでは最後に、駅事務室に来た目撃者の発言ですが、彼女は何と言ったんですか？はい、この人はドアに挟まっていた上着を引っ張っていただけで痴漢はしていませんでしたと言いました。確かですね、痴漢はしていませんと言ったんですね。はい。被害者がやめてくださいと言ったとき、あなたはどうしていたのですか？挟まって上着の方を見ながら引っ張っていましたけど、ようやく抜けて、だけどまだ上着は掴んでいました。それで被害者の声を聞いてどうしました？振り返りました。被害者の顔を見ましたか？いえ、声は聞こえましたが、誰が誰に言ってるのか分かりませんでした。被害者とあなたの体の密着度はどの程度でしたか？その時は被害者かどうか分かりませんが、前の小柄な女性とは自分の体の上半身の左半分がぴったりくっついていたと思います。左手でカバンを持っていたんですよね？はい、ですからリュックが女性に当たっていたかもしれません。あなたが真犯人だと主張する左隣の太った男との密着度合いはどうでしたか？私の体の左側がかなり強く圧迫されていました。その男はどんな姿勢でしたか？私は上着を引っ張っていたので右後ろを向いていて、どんな姿勢をしていたのか分かりません。どういう姿勢をしていたかも分からずにその男が犯人だというのですか？犯人だと断定しているわけではありません。私の体に感じた圧迫感から怪しいのではないかと。その男が被害者を触っていたと仮定すると、当然男の右腕はあなたと被害者の間に割って入ってきているはずですね。はい、そういうことだと思います。それだけ混んだ電車で密着している人間の間を強引に手が入ってくれば普通気がつくと思うのですが、気づきませんでしたか？はい、気づきませんでした。ただこの間の再現ビデオ撮影では質問されたことだけにお答えください。はい、
気づきませんでした。これはあなたの部屋にコレクションされていた DVD と本ですね。コレクションってそんな大げさなものじゃありません。では何ですか？捨てられなくて放っておいたものです。そうですか。タイトルを読んでいただけますか？意義あり。必要性がありません。ご自分で読めばいいのではないですか？そういう問題じゃないでしょう。痴漢地獄、普段から痴漢に興味があったのではないですか？異議。関連性がありません。いいです、答えます。友達からもらった中のたまたま一本が痴漢ものだっただけです。こちらの雑誌にはセーラー服の写真が写ってますが、女子学生にも興味があるのですね。それはたまたまあったヌード雑誌の一部で、特に女子学生に興味があったというわけではありません。あなたは途中下車した武蔵台駅で何をしていたのですか？履歴書を持ってきたかどうか確かめようとして、リュックの中を探して、だけどなくて、取りに戻れば遅刻するので諦めました。あなたが再び電車に乗るときですけど、そのドアから乗った理由はありますか？一番近いというか、とにかく目に入ったドアに飛び込みました。あなたがドアに駆け込んだとき、その乗ろうとしている乗客の最後尾に誰がいたかはっきり分かりましたか？分かりませんでした。乗り込んでいるまさにその時は目の前に誰がいるか分かりましたよね？はい、被害者の女性がいたと思います。乗り込む時に目の前に若い女性がいたわけですよね？はい。あ、でも降りてから岸川で分かったのかな。そうです、その時は分かっていませんでした。女性だというのは分かったんでしょ？よく覚えていません。あなたは警察での取り調べで、私は発車寸前の急行電車に乗ろうとしている女子中学生の後ろから駅員に背中を押され、女子中学生の背中に密着して電車に乗り込みましたと答えてはいませんか？乗り込む時には前に誰がいたか分からなかったと答えました。そうですか。でもそう書かれた調書にあなたの署名があるんですけどね。それは勝手に刑事さんがそう書いたのを何度も訂正してもらおうとしましたが、直してくれなかったんです。あなたは通常満員電車に乗るとき、体の向きはどうされていますか？普段はそんなに混んでる電車には乗ってませんけど、普通に前から乗ります。例えばたまたま満員電車に乗らなければならないときに、目の前に女性がいたら体の前が女性と密着するのは嫌だということで背中側から乗るとかしませんか？そうしたことはあります。本件ではしなかったと。この電車を逃したら遅刻しちゃうんで、とにかく乗るのに必死だったんです。前に若い女の子がいるんだけれど、そんなことはしたことではない。とにかく乗ることだけを考えていたと、そういうことですか？とにかく乗るのに必死で、前に女の子がいようが、おばさんがいようが、そんなのは関係なかった。とにかく慌ててて乗るのに必死だったんです。でも前にいるのは若い女性であることは分かっていたんですよね？だからたとえそうだとしても、後ろから押してくる駅員さんもいるんですよ。とにかくその時は前にいる人の状況よりも何よりも乗ることが一番だったんです。最後にお尋ねしますが、あなたは車内で被害者にやめてくださいと言われた時、自分のことだとは思わなかったと供述されてますね？はい。それはおかしくないですか？痴漢行為ではなくとも、
あなたは混雑した車内で上着を引っ張り、少なくとも右隣の女性に迷惑をかけ謝っている。そういうことがあって今度はやめてくださいと聞こえたら、それは自分のことだと思いませんか？そんなに強く引っ張ってたわけじゃないから。しかしあなたの行為を目撃してわざわざ事務室まで来てくれた女性がいたのですから、かなり目立った行為だったんですよね。だから言ってるだろ、その女性は俺じゃないって言ったんだよ。あんた、俺はやってない。尋ねられたことだけにお答えください。本当やった？なんだよお前、ちょっと待てよ。お前いつも何してんだよ。おい、落ち着いて、落ち着いて。とは法廷だぞ。ただの傍聴宅よ。興味本位に性犯罪ばかりにやって傍聴してるの、最低な人たちよ。行こう。裁判官はね、被告人にだけは騙されまいと思ってる。恥だからね。頭の良さに自信のある人間ほど、目の前にいる人の言葉が万が一嘘だったらどうしよう、それに乗せられたら恥だという心理が働くもんなんだ。無罪を出すには無罪の確信が欲しい。だから疑問に思ったらストレートにぶつける。それで納得のいく返答が返ってくるか。痴漢事件はね、何の証拠もないから、最後は被害者と被告人とどっちが本当のことを言っているのか、それも核心部分だけではなくて周辺部分でも嘘をついていないか、そういうことが判断の決め手になってしまう。鉄平が嘘をついたって言うんですか？いえ、鉄平君は正直に精一杯答えたと思います。あんな偏見を持った聞き方されて怒らない方が私は変だと思います。本当のこと言ってるのに揚げ足ばかり取って、まるで検事みたい。無実の罪で、それも初めての裁判でたった一度の被告人質問です。いくら弁護士さんと打ち合わせをしていても答え方次第で有罪になってしまう。やり直しなしの一発勝負です。会ったことをありのまま答えればいいっていう弁護士もいますけど、極度の緊張状態で予想外の質問が来たらもう頭真っ白です。ありのままが何だったのかすら分からなくなってしまう。裁判官に悪意があるとは思わない。毎日毎日嘘つきに遭い、人のものを盗んではいけません。人を傷つけてはいけません。時には人気歌手の歌を引用して説教もする。その繰り返しだ。怖いのは 99.9% の有罪率が裁判の結果ではなく前提になってしまうことなんです。最初に接見した弁護士を証人申請するのはどうでしょう？今さらどうしようっていうの？やれることはやっておきたいんです。何を証言させるの？当番弁護士は認めて示談にした方がいいって言ったんですよね。でも鉄平君はそれを拒否した。なぜなら無実だからです。当番弁護士が誰だったか知ってるの？いえ、すぐに調べます。調べる必要はないよ。どういうことですか？どうして示談を進めたりしたんですか？あの日の接見はできたら誰かに代わってもらいたかったんだ。午後にね、判決があってね、懲役1年3月の実刑だった。ひどい裁判だよ。何しろ通勤電車内のわいせつ容疑なのに保釈金が500万円。もちろん前科はないし、
妻も子供もいる本当に真面目なサラリーマンだ。被害者尋問が終わって裁判官に会いに行ったら何て言われたと思う？500万円出せるなら今すぐ被害者のところに行って示談してこい。そしたら執行猶予にしてやる。信じられるか？こっちは真摯に無罪を争ってるんだ。それが裁判の最中にそんなことを言う。無罪推定どころか有罪推定だ。すぐその場で罵倒してやりたかったよ。だけど一瞬裁判官の機嫌を損ねたらもっと不利になると思ったんだ。それから必死だった。何しろ裁判官の心証を知っちゃったんだからね。でもダメだった。俺はね、示談を進めるつもりはなかったんだよ。ただね、無実であるなら裁判で明らかになる。裁判官は分かってくれる。そんな風に考えてたらとんでもないことになるっていう。それは違う。分かってるさ、そんなこと。だけどな、裁判の現実を伝えないで無責任に戦えなんて言えないんだよ。でも証言はしてくれますね。無実の人を有罪にするわけにはいかないんです。では次回証拠関係を整理して自治会論告ということでよろしいですか？はい。裁判官、最初に被告人と接見しました当番弁護士を証人として申請いたします。立証趣旨は？逮捕直後の被告人の供述を明らかにして当番弁護士が示談を進めたにもかかわらず否認を貫いた被告人の身の潔白を証明します。検察官、ご意見は？不必要だと考えますが。裁判所としても不必要だと思います。それでは当番弁護士の接見報告書と接見メモを書証として請求いたします。いずれも不同意です。323条2号の業務文書あるいは同条3号の特進文書として請求いたします。検察官、ご意見は？要件を満たさないと考えます。裁判所としても業務文書等に当たらないと考えますので却下します。ただいまの証拠決定に異議を申し立てますので書記官、記録に留めておいてください。被告人は前へ。主文、原判決を破棄する。被告人を懲役3月に処する。どう判決だ？そんなことだ。静かにしてください。次に発言があれば退廷させますよ。あんたはいつもここだ。私のこと覚えてるか？覚えてるか？大抵を命じる。会社の金使い込んだってはめられて、あの裁判官に一審で有罪食らって最高裁まで争ったけどダメだった。すみません。それにしてもね、
99.9% の有罪率ってのは弁護士さんにとっても便利なんですよ。有罪で当たり前だから誰からも非難されないし、無罪取ったら英雄だ。いや失礼。見つかったって。え？彼に間違いありませんか？多分。テペ君は？多分。ありがとうございます。お忙しいところ時間を取っていただきましてありがとうございました。重要な目撃証人が見つかったということでしたか？はい。事件直後から探しておりました目撃者が名乗り出てくださいました。それはよかった。今はその裏付けを取っているところなんですが、確かにこの事件の目撃者であるという確証が得られましたら、ぜひ証人尋問の期日を取っていただきたいと。検察官には？はい、確証が得られたところでこちらから。あなたは武蔵台駅から被告人の隣に乗車していたんですね。はい。武蔵台駅を出発してから何があったんですか？出発してしばらくすると自分の背中や腰に何かが当たるので気になって、上半身をひねって後ろを見たんです。そしたら後ろの人がドアに挟まっている上着を引っ張っているのが分かって、それで目があったら軽く会釈してすいませんって言われました。後ろの人というのはここにいる被告人ですか？そうです。そうです。それからどうなされましたか？はい、向き直りましたけれど、それからは背中に何かが当たるというよりはごそごそ動いているような感じがずっとしていました。いつまでごそごそ動いている感じがしましたか？やめてくださいという女性の声が聞こえて、それからはなかったと思います。やめてくださいというのは何をやめてくださいということだと思いましたか？もしかしたら私と同じように何かが当たっていて、それでそう言ってるのかなと想像しました。岸川駅に着いてからのことをお伺いします。あなたは駅員と歩いていく被告人を見て駅事務室に行きましたね。はい。そしてあなたは駅員に何と言ったのですか？はい、その男性はドアに挟まっていた上着を引っ張っていただけです。痴漢はしていないと思います。そう言いました。あなたはビラを見て弁護士さんに連絡したということでしたけど、どうして事件から7ヶ月も経って連絡されたのですか？事件の日は私が会社を辞めた日で、とてもよく覚えています。あの後男の人はどうなったのか一日中気になっていました。だけど事件の翌日から私は姉の住むニューヨークへ留学に行って3ヶ月前に帰国しました。ビラを見たのはある会社の面接を受けに行く途中でした。あなたがドアに挟まっている上着を確認したのは一度だけですか？はい。あなたが上着を確認してからやめてくださいという声を聞くまではどれくらいの時間がありましたか？時間ですか？時間はよく覚えてませんけど、振り返ったのは武蔵台を出てしばらくしてからでしたから、信倉駅を通過する前から岸川駅の手前くらいまでの時間だったと思います。そうすると10分程度ですかね？そうですね、そんなものかもしれません。その間あなたは背後でごそごそ動く気配を感じていたのですね。はい。絶えず感じていましたか？いえ、絶えずというよりは気がつけばという感じです。最後に確認しますが、あなたが被告人を痴漢ではないと思った理由は、被告人がドアに挟まった上着を引っ張っていたからということですね？はい。それと私と目が合って謝った人がすぐそばの人に痴漢をしているっていうのはちょっと、普通痴漢は誰にも気がつかれないようにするものですよね。はい、わかりました。弁護人よろしいですね？
はい。被害者が若干15歳という多感な時期にある少女であることを考慮すると、被害者に与えた影響は甚大である。それゆえ被害者及び同人の母親は被告人に対し厳しい処罰感情を抱いている。被告人は主従の弁解を弄し、本件犯行を頑強に否認しており、反省の情は全く認められず、再犯可能性も否定できない。同種事案を防止するという一般予防の見地からも、被告人に対しては厳しい態度で臨むべきである。以上、初犯の事情を考慮して相当幇助適用の上、被告人を懲役4月に処するのが相当であると資料する。捜査機関は被害者の供述のみを鵜呑みにし、被告人の弁解を録取せず、かつ後半段階になっても被告人の逮捕当初からの一貫した弁解を示唆する被害者の隠滅調書やその他の証拠を開示しないという実態的真実主義の原則にも反していると言わざるを得ない。被害者の供述や証言が本件での有罪立証の決定的な唯一の証拠であるにもかかわらず、ここまで述べてきたようにその信用性はなく、多くの合理的な疑いが存在するのである。このようなずさんな証拠で刑事裁判において痴漢行為の犯人であると認定されるのであれば、今後も多くの痴漢冤罪者が生まれるであろう。裁判所には慎重冷静に本件の分析をされたい。この点は被告人と弁護人からも切に望むものである。被告人は無罪である。被告人は前へ。はい。この事件の審理はこれで終わります。被告人の方から最後に言いたいことがあればどうぞ。はい。私は無実です。絶対に痴漢のような卑劣な行為を行っていません。この事件に巻き込まれ、今日まで苦しい毎日を過ごしてきました。多分被害者が本人もそのご家族もまた苦しい日々を過ごしていらっしゃると思います。しかしこの憎むべき犯罪行為を犯したのは私ではありません。そのことを逮捕されたその日から今日まで一貫して述べてまいりました。どうか裁判所におかれましては公正かつ慎重なご判断をいただきたく、心よりお願い申し上げます。では次回判決は5月10日水曜日当法廷で午前11時からです。大丈夫だよ、やってないんだから。無罪に決まってる。起立。それでは判決を言い渡します。被告人は前へ。はい。主文、被告人を懲役3月に処する。この裁判の確定の日から3年間。嘘だ。傍聴席は静かに。不規則発言に対しては退廷を命じることもありますから注意してください。こんな裁判見たくもねえよ。
この裁判の確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。訴訟費用は被告人の負担とする。これから理由を述べますが少し長くなりますので被告人は座ってください。被告人座ってください。立ったまま聞きます。被告人は平成17年5月10日午前7時34分頃から同日午前7時44分頃までの間に東京都杉並区武蔵台4丁目10番1号所在の城北急行電鉄武蔵台駅から道都新宿区西高田1丁目25番1号所在の道線岸川駅に至る間を進行中の電車内において古川敏子当時15歳に対しそのスカート内に手を入れ下着の上から手で臀部を触るなどして持って公共の乗り物において人を著しく周知させ、これから事実認定について補足的に説明します。被害者は若干15歳にもかかわらず勇気を持って犯人を逮捕し、公判廷においても真摯な供述態度で涙をこらえながら被害体験を語り、その内容はいずれも具体的で詳細であり、体験した者のみが語ることのできると思われる臨場感にあふれたものである。また弁護人側の反対尋問にもよく耐え、その供述はほぼ一貫しているし、わからないことはわからないと正直に述べている。また被害者は通学中の女子学生で、本件被害まで被告人と面識はなく何らの利害関係も有していないものであって、被告人を罪に陥れるべき特段の事情はなく、あえて虚偽の供述をする可能性は乏しい。被告人が公判廷で供述するように、被告人の左隣にいた太った男が犯人であれば、その犯人の右腕は少なくとも被告人の体の前を通って被害者の右臀部に触れているはずであるから、被告人自身が気づいたはずである。にもかかわらず被告人は左隣にいた太った男の犯行には気づかなかったというのであるから、本件犯行がこの男によるものである可能性が非常に低いことは被告人自身の公判供述から明らかと言わなければならない。また被告人はドアを背に立っていたから被害者につかまれた手を真後ろに引くことはできないと弁解するが、被害者は背中越しに感触や気配で手を引き抜く方向を判断したに過ぎず、例えば上方に引き抜かれたのを後方に引き抜かれたと勘違いした可能性も十分考えられる。したがって手を引き抜いた方向が真後ろであることを前提とする被告人の弁解はそもそも前提を欠いており、いずれにせよこの点が被告人が犯人であることを認定する妨げになるものではない。ところで本件においては犯行車両に同乗した証人市村の証言により、市村が犯行があった直後に駅事務室に来て被告人が痴漢犯人ではないと思う旨の発言をした事実が明らかになった。そこでこの市村の証言について検討する。証言によれば市村は武蔵台駅を出てしばらくした後、背中や腰に何かが当たるので上半身をひねって後ろを振り返り、被告人が上着を引っ張っている行為を目撃した。そして被告人と目が合うと軽く会釈され、すいませんと謝られた。しかるに前に向き直った後は信黒駅を通過して岸川駅到着寸前に被害者のやめてくださいとの声を聞くまでのおよそ10分間、相変わらず背後に被告人の動く気配を感じながらも乗車中の被告人の行動を見ることはなかったのである。そうすると市村の証言によって認定できるのは、被害者がやめてくださいと言った10分前に被告人がドアに挟まった上着を引っ張っていた事実に過ぎない。この事実は被告人の弁解を一部裏付ける事実ではあるものの、犯行があったその時点において被告人がどのような行動をとっていたかということと直接関連する事実ではない。被告人がその時点で痴漢行為をした事実とも論理的に両立するものであるから、このような事実が認められるからといって被告人が犯人であることを否定する根拠にはならない。他の関係各証拠を検討しても被告人の供述には信用できない点が多々あり、その供述は全体として信用性が低く、弁護人の主張は採用できない。被告人は主事の弁解を弄し、本件犯行を頑強に否認しており、反省の情は全く認められず、再犯の可能性も否定できない。加えて、電車内での卑猥な行為に対する社会的非難が高まり、その撲滅が強く叫ばれている折、あえてこのような犯行に及んだ被告人に対して厳しく対処することにより、この主事犯の防止を図るという点も看過することはできない。以上によれば、被告人の刑事責任を軽く見ることはできない。しかしながら、被告人が
僕は心のどこかで裁判官なら分かってくれると信じていた。どれだけ裁判が厳しいものだと自分に言い聞かせても、本当にやっていないのだから有罪になるはずがない、そう思っていた。真実は神のみぞ知るといった裁判官がいるそうだが、それは違う。少なくとも僕は自分が犯人ではないという真実を知っている。ならばこの裁判で本当に裁くことができる人間は僕しかいない。少なくとも僕は裁判官を裁くことができる。あなたは間違いを犯した。僕は絶対に無実なのだから。僕は初めて理解した。裁判は真実を明らかにする場所ではない。裁判は被告人が有罪であるか無罪であるかを集められた証拠でとりあえず判断する場所に過ぎないのだ。そして僕はとりあえず有罪になった。それが裁判所の判断だ。それでも僕はやってない。被告人はこの判決に不服があるとき14日以内に控訴することができます。控訴します。